で、全体的にはここまで大きく株価上がってきたから、自分たちのポートフォリオ、ここからは保険が必要かもしれないんだと。はい、どうも皆さん、こんにちは。真壁です。アメリカの投資家ジムクレーマーをフォローしています。8月25日金曜日ですけども、この日ようやくね、注目されてたパウエルさんのジャクソンホール会議での講演ありましたよね。で、一応ね、別にサプライズはなかったというか、まあ、やや高派かなみたいな感じで、でも株式市場無風っていう感じだったんですけども、ただパウエルさんやっぱりね、ビシッと言ってたのは、インフレ率はピークから下がってきてて、それは喜ばしい展開なんだけども、まだ高すぎる。で、適切と判断すれば追加利上げに動く用意がある。インフレが自分たちの目標に向かって持続的に低下していると確信できるまでは、政策を景気抑制的な水準に据え置く考えだと。要はインフレ収まってきて、そこのところはいいんだけども、まだまだ油断できないから、これからも金利高いままだろうし、下手したら追加利上げあるよと。そうやってバシッと言ったんですよね。で、まあね、この日の株式市場、一旦下がってて、だけどまあ盛り返して、まあ一日前の木曜日がね、大きな下落だったんで、盛り返してこの週を終えたということで、ダウはプラス 0.73%、SP500 はプラス 0.67%、ナスダックプラス 0.94%、俯瞰するとね、これ SPY ですけども、8月どう下がってて、で、そっから持ち直したんだけども、木曜日ガーン下がってたのが、ちょっと持ち直して終わったと。で、まあ、こっから8月の最後の週に向かっていくわけですけども、こっからどうなんのジムクレーマー教えてと思ってたんですけども、この週の金曜日もまっとまね、お休みだったんで。ということでね、今回、まだやってなかった、この週の8月22日火曜日のまっとまね、これやっとこうと思うんですよね。いいとこついてるとこだと思うんでね。で、ジムクレーマーね、開口一番、なんかちょっとおかしいことが起こってるよなと言ってるんですよ。経済に亀裂が入ってるんじゃないかと。そういうことを示す多くの記事とかデータポイントがある。ん?かなりのスローダウン来てるのかと。そういうことが盛んにドーッとね、データで出始めた。で、結局ね、高い金利状態が続いてるわけで、もしかしたらここから追加利上げもあるかもしれないし、この高い金利がビジネスを抑制し始めている。で、経済がスローダウンしてきているっていう話、もう毎日毎日聞いてて、その話題出ない日はないほどだと。過去24時間の間でも、もう車が高すぎてみんな買えなくなったり、高いローン金利にもかかわらず車のローンも急増してたりと、そういう記事もあったし、あとは家の価格が手の届かないところまで上がってしまっているという記事も出た。で、雇用に関してもスローダウンしている。転職を繰り返す人がいるというよりは解雇がただ増えていると、そういう記事が増えてきた。で、各会社の支出においてもテクノロジーへの支出っていうのが非常に活発であるようにここまで見えてきたんだけども、本当にそうなのかという懸念も今出始めている。で、そうやってね、経済は大丈夫なのかと、そう懸念が増す一方で、今のマーケット、自分たちはリセッションに向かっているよっていう風にはトレードされてないんだと。株価の動きはそういう感じでトレードされていない。いろんな数多くのニュース記事が最近、もうリセッション以上のことを言って危機を煽っている時もあるのに。だから株価はまだまだ堅調で。だけど、いろんな記事がほんとどんどん出ているっていうのは、実は、それぞれの会社が支出を控えている兆候なんだとジムクレーマー言ってるんですよね。で、結局、いろんな会社の中の人、何を心配してるかっていうと、消費者の状態とかを心配してるんだと。だから今ね、それぞれの会社は、多くのお金を投資に回したくない。労働者のストライキの問題とかも出始めてるし、さらなる利上げを受けるかもしれないと心配してて、支出を抑えたいと思っている。で、やっぱり何より心配してるのが消費者の状態なんだけども、例えば、この日やった、この決算聞いたかって言ってるのが、メイシーズの決算なんですよね。8月22日、メイシーズの決算があって、売上も EPS もきちんとビートしたんですけども、株価ドーンとね、14% 下がったってことなんですよ。で、チャートにするとこんな感じでね、いきなり決算後ドーン下がったってことなんですけども、これなんで下がったかっていうと、売上と EPS はビートしたんだけども、ガイダンスがダメだったんですよね。来期のガイダンス。売上も EPS も予想より全然下だった。EPS なんか下手したらマイナスにまた転落するんじゃないかみたいな。そういうガイダンス出して。で、カンファレンスコールでも何が言われてたかというと、確かに消費者はまだね、旅行とか娯楽には消費してるんだけども、メイシーズの得意分野のアパレルとかアクセサリー、ここのところの支出が減少してるんだと。そうやって言ってた。だからメイシーズの株価、これドーンになってて、火曜に消費者の財布の紐、硬くなってきてるんだと。ただとジムクレーマーね、一方、例えば、ウォルマートのような、こっちのね、
低価格商品を主に売っているリテールの方は好調で、ウォルマート8月17日の決算素晴らしかったんだと。だからやっぱりどんどんみんなお金を出し渋っているから、安い店は活況だけども高価なものを売る店はどんどん需要がなくなってきているってことは、やっぱり消費者の消費、これ警告サインが鳴ってるんじゃないのと。でハウジング関連株だって大丈夫なのかという声が上がり始めた。住宅ローン金利かなり上昇してるから、住宅の売買だって頭打ちになった可能性がある。で銀行もね、顧客に与える信用を見つけるのに苦労している。だから銀行も心配だと。銀行の方がハウジング会社よりもより業績悪いわけだし。でこうやって今いろいろ言われている全てのデータポイントが本物で、経済が深刻な減速に向かっているのなら、じゃあね、なんで今のマーケット、スローダウンの時によくやるようなディフェンシブ株も冴えないことになっているのか。ここのところちょっと今回ツイートきたいんだと言ってるんですよね。もしこっから経済のスローダウン来るんだったら、経済のスローダウンの時でもよくやるようなディフェンシブ株、これに注目すべきじゃないのか。だけど今のところディフェンシブ株結構株価下がってきている。でこの下がってきている理由として、一部の人々はディフェンシブ株の多くが配当株 で配当株今人気なくて、なぜならば債券の利回り上がってて、配当株の配当を当てにするぐらいだったらリスクフリーで債券買って持っといた方がいいとみんなそう思ってるから。ただジムクレーマー的には配当株がダメだからディフェンシブ株下がっているっていうのはちょっと短絡的なんじゃないかと。その説明は実際に起こっていること、すなわち消費者が商品を買うっていうことの本質を見逃してるんじゃないかと思う。でジムクレーマーね、自分的には今ね、自分たちの経済がどれほど減速に向かっているのかっていうのはやっぱ捉えるのが難しいなと感じている。だけど今一般消費財株みたいなリセッションプルーフの株を少しずつ試すのに合理的な時期になってきたんじゃないかなと。でそれはね、経済のスローダウンが言われてるっていうのもありきで、だけどさらにそういうディフェンシブ株、今どんどん株価落ちて安くなってるから、だからこそ今ゆっくり入り始める時期なんじゃないかと。ということで今回そのね、ディフェンシブ株、一般消費財株、そこのところを注目していきたいと、そういう感じなんですよね。で一般消費財株の部分がブルーマーケットにこれからなるとしたら、じゃあ何買えばいいのか。今すぐおすすめできる2つの最も簡単ないい株っていうのがペプシコとモンデレーズだと言ってるんですよね。これらの株本当に大きく下落してきたから。でまずペプシコだけども、ちょっとこう見えにくいですけども、株どんどん落ちてきてて、今ペプシコの株がこうなるのは珍しいよとジムクレーマー言ってるんですよね。で7月13日の決算で売上と EPS きちんとビーチとして素晴らしかったと思ったし、そもそもこのペプシコっていう会社は決算でコンセンサス予想を18回連続で上回っている。18連続だよと。なんという安定感だと言ってるんですよね。で炭酸飲料事業部門で 14% のオーガニック成長を達成している。2桁の成長諦めていた部分に最大のブーストをね、炭酸飲料部門がもたらしてるんだと。本当にうまく経営されてる会社だから、今株価これ下がってきてて、この株安くなってるから、このペプシコっていう株無視するには安すぎるよと言ってるんですよね。だから株価もうちょっと大きく見るとこんな感じでね、どう下がってきてるわけだけども、これそろそろ入り時なんじゃないのと言ってるんですよ。でさらにもう一個の方のモンデレーズインターナショナル、これね食品飲料メーカーですよね。オレオとかね、ナビスコとか、あとトライデントのガムとかね、いろんなもんやってるんですけども、このモンデレーズも売上成長がほとんど 16% だった。素晴らしいよと。で売れた商品のボリュームは一定なんだけども、商品価格を上げることができているから、だから売上も上がっている。でこれほど成長しているモンデレーズみたいな会社、来年の利益見積もりのたった20倍で手に入れられる。今この水準安いよと。でこっからも利益実際に加速するんだったらとてもポジティブな状況だと思うんだと言ってるんですよね。ペプシコとモンデレーズはいいと思うんだと。じゃあ他に何があるか。一般消費財セクターの株が好きなんだけども、ジムクレーマー、例えばプロクター&ギャンブル、 P&G、 これ結構成長を見せたんだと。この前のね7月28日の決算でヘアケアが一桁台後半で成長している。スキンケアとパーソナルケアは2桁10代前半の売上成長を遂げている。でこれも商品価格上げられているから商品の原価が下がる中で成長している。素晴らしいマージンも持っている。なのにこの株下落している。素晴らしい決算があったのにその後下落している。自分のファンドこの株より高いところで売ったんだけども、こんな下がってくるんだったらなんか買いたくなってきたなとジムクレーマー言ってるんですよね。
で、あとはハーシー、チョコレートメーカーですけども、本物の消費者向けパッケージ商品の会社が何の根拠もなく急落しているケースを探してるんだったら、それはもうハーシーだと、ハーシーの下がりは本当にひどいからと言ってるんですよね。で、自分は落ちるナイフをキャッチしようとするのは嫌なんだけども、だけど7月27日の決算良かったと思うんだよなと。で、まあちょっと売り上げミスったはミスったんだけども、EPS はきちんとクリアしたし、粗利益も改善している。で、需要に応えるために5つの新しい製造施設もオープンしている。で、この会社はね、性質として保守的であることを好むから、だからガイダンスを結構保守的に出す、あんまり背伸びした数字を出さない。で、そういうこともあって決算後もどん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 株価下落してて、決算後下落してるんだけども、こっから行くと本当に大きく下落してるわけだけども、だからこっからハロウィンもあるしとジムクレイも言っててね、ここはかなり安くなってるんじゃないのと言ってるんですよね。はい、で、あと言ってるのがクロロックスですよ。漂白剤とかね、除菌剤の会社ですよね。COVID 時ドーン来ましたけども。で、ジムクレイもね、この会社8月2日の決算で売上も EPS も共にビートして、全体的に数字すごく強かった。粗利益を 42.7% で、予想が 37% だったから、予想より全然上だった。驚くべき数字。素晴らしい決算だったと思うのに、8月2日の決算、ドーン飛んだ後に、行ってこいになっている。決算直後に上昇した分をそっくり吐き出してしまっている。本当に経済が減速するのであれば、これは非常に珍しい状況で、狙いどころだと言ってるんですよね。で、あとはコンステレーションブランズにも触れておきたい。で、これに関しては、十分魅力的なほどまだ株価、十分に下落してないかもしれないと思う。だけど、これだって、バドライト抜いたよっていういいニュースで飛んでから、その飛んだ分を全部吐き出して戻ってきている。で、あとはね、めちゃくちゃ下がってる株ね。例えば、キャンベルスープとか、ケロッグとかと言ってて。で、本当にね、これら、どんどん下がってて、で、キャンベルスープはね、8月31日に決算発表あるんで、それどうなるかなってことなんですけども、ケロッグは8月3日に決算発表があって、で、決算後まだまだ下がり続けてるわけですけども、で、こういうところね、本当に経済がスローダウンするんだったらディフェンシブ株のターンがまた来るから、目をつけとかなければいけないんじゃないかと言ってるんですよね。ということで、今回のマットマネーの結論ですけども、今ざーっとね、消費者製品株上げてきただろうと。で、経済がホットの時っていうのはどれもワークしない。ただ経済の減速が恐れられたら、自分たちのポートフォリオの中にこういう株一つは入れておくべきなんだと言ってるんですよね。経済減速の時に輝くディフェンシブ株、そろそろゆっくり買い出すべきなんじゃないか。経済がもっともっと減速してきたら、ここまで大きく下落してきた消費者製品株、息吹き返すだろうと。で、今回いろんな銘柄挙げたけども、自分が特に好きなのがペプシコと、あとはモンデレーズ。この二つがやっぱり特に好きで、ペプシコとモンデレーズは今ここで買っていけると思う。で、全体的にはここまで大きく株価上がってきたから、自分たちのポートフォリオ、ここからは保険が必要かもしれないんだと、そう言って終わってるんですよね。はい、ということで、視聴者からの生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずコヒーレントはあかんでということで、これね、レーザーの会社なんですけども、ダメだよと。とにかくお金儲けてないから、お金儲けてない会社はおすすめできないと言ってるんですよね。はい、次。ジムクレイはね、さっきね、自分たちのポートフォリオには保険が必要だと言ってましたけども、このバリックゴールドで言ってるのが、ゴールドはヘッジでやっぱ持っとくべきなんだと。例えば、車を持っていて、車の保険を買ういい時期なんてないだろうと。ゴールドだって、チャート見たらいい時期悪い時期あるけども、保険はずっと持っといていいもんだから。いつも保険っていうのは欲しいもんだから。ジムクレイはね、自分はいつもちょっとはゴールド持っときたいんだと。例えば、ポートフォリオの 10% とかと言ってるんですよね。はい、次。ハワイアンエレクトリックインダストリーズはあかんでということで、これね、ドーン下がってきてますけども、すごく大きなニュースになっているね、ハワイのマウイ島の大規模な山火事。あれが、この会社の送電線と関係があるんじゃないかと言われている。で、それによって多くの訴訟が起こされている。で、この日ね、さらにね、18.55% ドーン下がってるんですけども、これなぜかというと、経営がどんどんピンチになってきているから、配当の停止が決まったっていうニュースもあって、で、さらに落ちてて、ジムクレイもね、こういうの、触るんじゃないよと言ってるんですよね。下落したてのところ、買ったらまた戻らないかなと思うかもしれないけども、リスキーすぎる。触るんじゃないよと。はい、で、最後ですけども、ラドネットは A でということで、これね、画像診断サービスの会社なんですけども、ジムクレイマー、8月8日の決算も良かったし、自分はこの会社が好きだと、いいと思うよと言ってるんですよね。
ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクライマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説指示が鳴る早で届く、メンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画第165弾ですけども、まあ、今回言ったね、一般消費財株、あれについてはさらにね、消費者の状態のことを言ってるんで、僕としてはちょっと抱き合わせで見せていただきたいなと思うところなんですけども、あとはチャートが示す債券と SP500 の未来とか、たった今買える5銘柄 Q&A コーナーとかともろもろありますので、ぜひメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回なんですけども、冒頭のところでね、スローダウンに向かってるのかどうか分かんないけども、だけどそろそろ消費者製品株ちょっとずつ考え始めてもいいんじゃないのかなと言ってるのがこれです。 I don't know if we're headed for a slowdown, but I do know it makes sense to dip your toe into the consumer packaged goods stocks. はい、そうですよね。 I don't know if we are headed for a slowdown, but I do know it makes sense to dip your toe into the consumer packaged goods stocks. 長男次男どうぞ。 I don't know if we're headed for a slowdown, but I do know it makes sense to dip your toe into the consumer packaged goods stocks. 次男くんは将来どういう職業に就くと思う？I don't know if we're headed for a slowdown, but I do know it makes sense to dip your toe into the consumer packaged goods stocks. 長男くんは将来何の職業に就くと思う？ Vet. I don't know if we're headed for a slowdown, but I do know it makes sense to dip your toe into the consumer packaged goods stocks. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。Dip your toe into ですよ。まあ、dip っていうのはわかりますよね。つけるってことですよね。で、トーっていうのはつま先ですよ。だから Dip one's toe into で、何々にあなたのつま先をつけるっていう意味で、つま先つけるってどういうことなのかなと思いますけども、まあ、イメージとしてはこんな感じなんですよね。海とかプール入るときにいきなり飛び込まないで、ちょ、水の温度どんぐらいかなみたいな、ちょちょんってやって、あ、こんなもんかみたいなね、こうやってちょっとやってみるみたいな、そういう感じなんで、 Dip one's toe into っていうのは、新しいこと、慣れていないことを慎重に始めるってことなんですよね。足を踏み入れるってことなんですよ。例えば While I was still working, I dipped my toe into writing novels. 自分はまだ働いてた時に小説を書くことに手をつけてみたよと、新しく始めてみる、慎重に始めてみると。ということで、ジムクレーマーね、自分たちスローダウンに向かってるかどうかってのは分かんないけども、だけど自分が分かるのは、消費者製品株を慎重に考えてみる、買ってみるのは理にかなっているということだと、そういうことでしたね。ちょっとずつ始めてみる、慎重に始めてみると、そういうことですよね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。 I don't know if we're headed for a slowdown, but I do know it makes sense to dip your toe into the consumer packaged goods stocks. I don't know if we're headed for a slowdown, but I do know it makes sense to dip your toe into the consumer packaged goods stocks. 次男くんは将来どういう職業に就くと思う？ビジネスマン。ビジネスマン？うん。ああ、そうかもしんないね。ビジネスマンだと思う。ジェナ君なんかあれだもんな。お金好きだもん。お金大好きだもん。お金大好きだもん。ほんとね。うん。3日前ぐらいにさ、なんかアメリカで一番高い家、そう、ね、なんか不動産サイト見てて。ね、うん。もう将来のこと考えてる。ね、なんかうちで不動産サイトなんか見るやついないのに、ジェナ君カチカチやって、高い家探してて。なんかまあお金が好きだからね、なんかそう、なんか儲けることが好きっぽいよね。うん、なんかでもあれだよね、使うことも好きだよね。使うこと好きだね。すぐ使っちゃうよね、うん、なんかね、お父さんと全然違うわ。俺と全然違う。違うね。違う、長男とも全然違うね。I don't know if we're headed for a slowdown, but I do know it makes sense to dip your toe into the consumer packaged goods stocks. 長男くんは将来何の職業に就くと思う？ Vet. Vet? うん。動物のお医者さん。うん。長男くん動物好きだもんね。うん。次男くんはベッドになりたいと思う？思わない。思わない。うん。何になりたい？サッカー選手。サッカー選手ね。うん。今シーズン始まったじゃん。今日初めてのトーナメントだったじゃん。うん。今日全勝だったけど、うん、明日優勝できるかどうか頑張ってね。うん。